茨城県道65号中インター線は、茨城県中市を通る県道である。常磐自動車道中インターチェンジへの接続道路である。中市飯田の国道118号、下新田交差点から中インターチェンジと同志高野すの茨城県道31号売り面、まだら線を結ぶ路線。本県道は、常磐自動車道の速道の一部が県道指定された道路である。 元々は常磐自動車道の建設に合わせ中インターチェンジの取付道路を県道下宿日立ち、コーノス停車場線として建設、開通した道路で、後の1994年4月1日、起点を中郡中町大技飯田、終点を道郡道町大技コーノスとする新規路線として、主要地方道中インター線に路線認定された。 翌1995年に整理番号65に変更され現在に至る。国道118号から中インターチェンジまでの一部は片側2車線、中インターチェンジから茨城県道31号売り面まだら線までは片側1車線となっている。道路法の規定に基づき、中市、飯田同士福田間は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。道路周辺は、のどかな田園地帯であり、交差点には、ゴルフ場の看板が多数設置されている。茨城県道65号中インター線中市、飯田福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 国際会場コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。ありがとうございます。